妊娠していた地主の妻なのだろうか。我々は霊がよく目撃されるという午前2時にトンネル内への潜入を試みた。トンネルは昭和30年以降閉鎖されているために、ここまでの道のりは険しく街灯もないために、トンネルまでたどり着くのに困難を極めた。なんかもう 沼というか、もう泥水で足場が悪いんで気をつけてください。この辺りでしょうか。投稿者のが送っていただいた心霊写真に写っていた女の人の霊は、確かに今レポーター出口が立っている場所に女の霊は投稿者の方を見て立っていた。監督、見えますか？見えますか？ああ、そうですか。進んだ方が。いいですか。じゃあ、進んでみたいと思います。あ、ここ、もう水浸しなんで。すごいです。トンネル内部はひび割れ、水が染み出していた。あまりにも古いため、いつ崩れてもおかしくないような状態であった。人の顔のように見えてしまうのは気のせいでしょうか。じゃあもうちょっと進んでみますね。昼間に来た時も不気味に感じられたトンネルだが、夜は一層不気味さを増していた。それにしても山の中にあるトンネルなので、時折獣の遠吠えやネズミの走る音などが聞こえ、それらも我々スタッフをおじけづかせた。まだ行きますか。レポーター出口は恐怖のあまり満足にレポートできないような状態で、ひたすらスタッフの顔色を伺っていた。このままではレポートができないと思ったスタッフはカメラを差し出し、レポーター出口に撮影させることにした。まだ行った方がいいですかね。監督、もうちょっと進みますか。さらに奥へと進むことにした。トンネル内は時折聞こえる獣の声と水が滴り落ちる音以外は静寂に包む。今回のレポートでは写真に何も写らなかった。しかし出口が言うには、写真を撮った際にトンネル内に人の気配がしたというのだ。写真には何も写っていないので、我々は出口の気のせいだと決めつけていた。がしかし、この日の VTR を編集していた時に気づいたのだが、トンネル内には確かに驚愕の事態が起こっていた。今から問題の映像を紹介しよう。この辺でいいですかね。写真撮ります。スローで再生してみよう。ご自身
写真撮ります。見えただろうか、最後にもう一度。